はい、えー、本日は主な制作、リベラルです。今日はあの、3本撮りの3本目でもうこれ最後です。頑張ります。 表現の自由、言論の自由を守ります。まあ僕はあの政権放送とか選挙ポスターでも僕は別に普通のことっていうか対してすごいことやったつもりはないんですけども、ちょっと仏義をかもしたり放送ができなかったりとか、選挙ポスター貼ったのに警察かなんかに剥がされたり、まあ逮捕はされてないんですけども、別にまあ普段からね、別に例えば政権放送とか選挙ポスターみたいな感じでね、やってるわけではないんで、ただ僕は選挙なんで選挙という場で候補者が表現をしている言論 をしているの意味で僕はやってるので、そこは個人を傷つける、誹謗中傷するとかは僕は良くないと思うんですけども、そういうこと僕はしてるわけじゃないんで、まあガースはでも権力者ですから、時の首相、権力者なんで、僕はだからそういうのは別にいいと思ってますし、弱者とか、そういった権力者でもない人を誹謗中傷したり、名誉毀損してるとかではないので、僕は大丈夫だと思ってるんですけど、だからそういうことでない限り、僕はやっぱ、可能な限り表現の自由、言論の自由は守られる。 でだからモザイクとかアダルトビデオとか修正してますけどあれは無修正でいいですよねモザイクなしで僕はいいと思いますだから現実にパソコンとかでもうほんと無修正のエロビデオみたいなの見れるわけですから意味がないんですよねもうネットで見れるのになんか日本だけそういう規制してても日本じゃなくて世界経由で無修正の方が見れてしまうと本来日本に落ちるお金が外国に落ちてしまうんですよね 日本の,その女優さんだとかに男優さんだとか監督さんとかに落ちるお金がなぜかコストが。 リターンがその外国に落ちてしまうので、僕はそれはやっぱ良くないことだと思うんですよね。ぶっちゃけだから、その男性器、女性器を見たからといって、なんか頭おかしくなるんですかねだってもう普通にネットで見れてるし、男性器、女性器ね、いずれ見るわけですから、普通に生活してて、その男性器、女性器を見ないってことありえないんで、もういずれだって子供を産まなきゃいけないわけでしょ。産まなきゃいけないっていう表現もあるけど、子供を産む前提で育てられてるわけでしょ人って。子供を、まあ普通に産める人は、あのね、学校行って、会社に行って、 税金を納めててて、えー、誰かと結婚しし、えー、お付き合いして子供を産む子供がまたあのそういったふうに大人になってっていうそ,その繰り返しで、ね、子孫ができて社会が作られていくので皆さん本当に男性期女性期をもう目撃しなきゃいけないわけですよ目撃しなきゃいけないのにモザイクで隠すってこれ教育を放棄してるんだと一緒なんですよ。 本来であれば、無修正でちゃんと男性器とか女性器をちゃんと説明しなきゃいけない。で、ここに挿入するだとか、これも真面目な話、真面目な話してるんだけど、そういった性行為をするには、こうしたらこうだとかっていうのをちゃんと勉強しなきゃいけない。勉強しないから、かアダルトビデオみたいで、あ、こういう風にやればいいんだとかね、荒々しいことやったりとか、足を吹かせてやろうとか、なんかそういう、なんか、そういうのがなっちゃうわけじゃないですか。別に、独学でしか教わらない。もちろんね、僕がね、今のね、日本のね、そういったもし性、 教教育育ややったたととととししししてももなな性教育になららならいと思い思まますすからもしやるとしたら僕がねちゃんと監修しますけど今のね、大人がやってもね、67なね、性教育にならないと思うので、あれですけれども、でも本来であれば、大人がそういった性教育をしなきゃいけない。今日、大人が性教育をしないで、子供が勝手に、ちゃんとした手段ではなくて、正しくない手段で子供が勝手に学んでいくわけじゃないですか。ネットとかでも、本当は見ちゃいけないものを、18歳未満見ちゃいけないものをこう見て、 こうやってやるんだみたいな。これ、良くないんですよ。正しくないわけじゃないですか。本来であれば、ちゃんと、大人が子供に教えていかなきゃいけない。でも、なんか、臭いものには蓋をしろ。る。臭くないですけど、これは本当に良くない。え、ダメだ、ダメだとかね、言ってる奴らがもう、裏でも、チンポコ加えたり、えー、と、セックスしたりしてるわけじゃないですか。もうチンポコ加えてなかったら、まだ、わか,かった。じゃあ、チンポコ加えてないんだったら、もう言う権利あると、まあ。チンポコ加えてる基準じゃないですけども、でも、チンポコ加えてなくても、セックスはしてるんだろうから、そういう、 ねえ、やつでも、どんなセックスしてんのかちょっとね、むしろ知りたいぐらい、そんなね、なんか、子供にそんな見せちゃいけませんとか言ってるやつも、でもそいつも子供産んでるだろうし、じゃあお前はもう、セックスするときも本当に何も、 マグロくなのかとか、もう、そいつはどういうセックスしてんのかちょっと本当に大丈夫か <laughs> だから、まあ本当、チンポポも加えたことないにもされたことないのかお前、どういう風にセックスしてんのかって本当、正直思いますけど。だから、なんか本当に、もう、綺麗事でね、なんか、真面目ぶってるやつっていうのは、ちょっとどうなんかなと思いますね。だから、ちゃんと、そういったものは、少なくともモザイクにして、ダメですよ、みたいなことを言ったらあかんと思う。そんなことを言ってるから、少子化になっちゃうわけじゃないですか。だって、セックスは、真面目な人ほど、あ、セックスは いいいけけなななももののととかかかセックスはダメなものとか思っちゃゃうわけじゃないですか、うん、だから、ちょっともう、やめと、やめときますけど、禁止ですとか、ま、日本人真面目だから、ダメって言われちゃうと、ダメなことって、気持ちよくしない傾向にあると思うんですね、真面目だから。だから、日本人って、外国に比べてセックス少なかったりしてると思いますよ、今の日本人って。でも、本来の日本人はもう、デカマラなんですよ。デカマラっていうのは、本当にデカマラっていうわけじゃなくて、江戸時代とかの受けようとかもデカマラなんですよ。で、その当時の外国人は、え、日本人 こんなでかかいのかみたいな驚いたぐらいで別にだからそんなでかくないんですけど要するに日本人っていうのはもう,そう,いうセックスが大好きだったんですよおそらく。 今の好きでしょうけど、本当にだからセックスの勉強とか性教育の勉強したらもう外国より強くなる可能性あるんですよ。でも、なんで強くなんないかっていうと、そういうのを隠してるから。そういうのダメですよって、その表現の自由、言論の自由がないからですよ。だからそのセックスとか、その下ネタとか、不謹慎だとか、公女良俗だとか。正直もう腹立つのが、この前だから、俺のしこらせてオーマイハートっていう俺様の名曲が、ジョイサウンドに歌付きミュージックポストっていうのを配信したら削除されて、 であなななたはなんかかかか度重るる注意にもかかわらずしこらせてててーマイハートトのの配信しているのででアカウント停止ですとか言って俺のしこらせてオーマイハート程度の曲が配信停止になるもう社会ってもうクレイジーだなと思いましたね。だからしこらせてオーマイハートだけがなんでダメなのかなそれだけがしこらせてオーマイハート程度なそんなものだけがなんで配信停止なのかなちょっとね思いましたけどだからもう日本の社会おかしいなと思いますね。だからそんなことやってたら本当に子供は 生まれないですよねで真面目な人はだってセックスしたら不死だらなこと、謹慎なこと、やっちゃいけないようなことって思うわけでしょだからセックスレスとかも増えるだろうし、うん、まあいいや、もう割愛する。そセックスの話になって割愛しますけど、そういうのも含めて表現の自由、言論の自由はあの可能な限りね、あの守っていきたいなと僕は思っております。 なす社会を実現します、うん、なんでナスなのみたいなのあると思うんですけどね。なんでナスは逆にダメなのって僕は思いますよね。ナス人間が議員になっちゃなんでダメなのって。ね、いや、ふざけてるだろうっていうふうに思う人もいるかもしれないですけど、でも本当にそれがそうじゃなきゃいけない人だったらどうするのって話じゃないですか。で、僕が例えば政権放送でなんかチンコマンコだとか言って、ふざけてるみたいなね、言う人もいるかもしれないですけど、だから僕も精神の病気 かもしれないですけどだから精神の病気を持っている人で政権放送でそういうことやってしまった人そういうことをやらざるを得ない人っていると思うんですよ例えば、うん、たまたまその政権放送やってないだけででも世の中には多分精神に気象が、えー、気象をきたしてそういう人っていると思うんですよでよくね多様性ある社会だなんだって言ってますけど多様性ある社会であれば僕みたいな人間も受け入れるべきだし僕がそのナス人間をやってたとしてもあナスいいねで終わりの話でいいと思うんですよあナスだで終わりの話です ナスでふざけてるとか、謹慎だっていうのはおかしいと僕は思うんですよ。別にナスじゃなくても、トマトでもバナナでも何でもいいんですで別にナスのかぶり物とかじゃなくても、例えば、僕はなんか紫外線とか気になるタイプで帽子をかぶってたりとか、マスクをしてるとか、そういうのあったりするんですけど、だから今はね、マスクしてても全然なんか許されてますけど、むしろマスクしろみたいなありますけど、僕がもう10年前とかマスクしてましたけど、なんかね、言われるんですよ。なんでマスクしてるんだとか、失礼だろうみたいな。別にマスクしたっていいじゃないですか。 例えば、マスクしなきゃいけない人たちっていたわけじゃないですか。か今でこそ花粉症でマスクするの、まあ、しょうがないようでなったりしますけど、まあ、インフルエンザだとかコロナだとかありますけど、そういう理解がない時って、なんでマスクしてるんだってなっちゃうわけですよ。別にマスクしてたっていいじゃないですか。かマスクしてることでなんか問題あるんですかっていう。も,もちろんね、表情が見えないとかそういうのあるかもしれないですけども、例えばすごい顔に傷ある人がマスクしてるかもしれないじゃないですか。それでマスクして、なんでマスクしてるんだちょっと外せみ外してそうだったら、あ、ごめんね、みたいになっちゃったりとか、そういうのあると思す 思うんですけどだから別になんか、か僕はナス人間でなんで悪いんだって話だからそれと一緒で。本当にじゃあ子供を産んだ時にね、ナス人間が生まれてきたらどうすんのって話じゃないですか。うちの子ナス人間なんですっていう。もしかしてナス人間が生まれたらどうすんのねで。見た目でナス人間ってわかるから、あれだけど、見た目じゃなくてなんかおかしな人もいるわけじゃないですか。変わった人とかも。普通のつもりだけど僕は変わってるわけじゃないですか。他の人と。普通の人はナスでやんないわけだから。僕は変わった人間なんですよ。変わった人間だけど僕は強いから、あいつは ふざけててるってなっなちゃうど弱い人間って言ったら知ってたけど変わった生き方にな,んかなっちゃう人もいるわけじゃないですかでそういういい人たちはじゃあ議員になれななれのかって話なんですよ僕はだからえもしかしたらそのナス人間じゃなくてもできるかもしれないけど本当にナス人間みたいな感じじゃなきゃ世の中に出れない人っていると思うんですよねでもそういう人はあの認めないみたいなあってじゃあそういう人のやり場ない感情は自分を殺して例えば自殺とかうつ病とか 薬飲んで自分がおかかかしいいんんんだだなととと合わせなきゃでで薬飲んだりとかそうううのあると思うんですでも多様性ある社会だとすれば僕はかそういうのをもっと認めてもいいと思うしだから僕がナス人間として議員でやっていけばああいうのでもちゃんとね仕事をすれば大丈夫なんだっていうその足がかりというか希望になれたらいいなっていうのはありますねだから僕みたいな変わった人間でもちゃんとやれば大丈夫ですよってだからそれはナス人間の話だけじゃなくて。あの民族とか 血とととかか肌の色とか名前だとかいいですか引いてはあの人は何々と何々のハーフだからとか日本人と何人のハーフだとかあるわけじゃないですかそういう人でも認められる社会であるべきだしそういう人たちがなんか悪いことしてんならダメですよそういう人たちがちゃんとね馴染むようにやってるのにそれでもあいつらは何々人だからっていうのはそれは僕は良くないと思うんですよで僕はだからナス人間ですけどもナス人間でやるしかないナルス人間でやろうと思う頭なんですよでその頭をもう 変えようとするっていうのは僕は違うと思うんですよでも皆さんも例えば服装をなんか和服が着たいだとか洋服が着たいだとか髪型をショートにしたい長くしたいとかあるわけでしょでそれいいじゃないですかそういうことだと思うんですよで僕はナス人間がいいっていうナス人間でやりたいってナス人間がダメだっていう法律ないわけですからだからそれでなんかおかしいことやってるからダメっていうのは僕は違うと思うんですよねだからそういうちょうど良かったっていうか議員って言ったらま真面目で当たり障りなくてニコニコペコペコしててが悪いことしないみたいな みたいな。まあ、そういうなんかもう、金太郎アみたいな、議員ばっかじゃないですか。まあ、どこ切っても同じような。で、ちょっとなんかやったら不祥事ですいません、みたいな。議員っていうのは、社会の縮図なわけで、議員が100人いたら、いろんな人がいていいわけなんですよ。首長都知事とか。首長ってま、あ都知事とか市長とか区長とかのことを総称して首長って言うんですけど、都知事とかそういう人たちだったらまあ、ね、ま、あある程度こうじゃなきゃとか、人それぞれあるかと思うんですけども、少なくとも、議会は、え、いろんな人の代表がいるわけで、不良の の代表が議会にいてもいいてもしお笑い好きの代表が議会にいてもいいしアニメ好きの、えー、と代表が議会にもいてもいいしいろんな人がいて社会ってのは盛り上がるわけですよただ単に真面目な人だけだと社会は変化していかない議会は変化していかない何の面白みのない味気のない議会になってしまうと思うんですよねなので世の中を変えるんであればいろんな、えー、議員さんがいていいと思うんですね、えー、それを、えー、自分たちの意見を届けるのが議員さんなんであこの人いいなとか思った人がいたらその人に 投票すすればいいんですよあ自分が好きだなとか応援したいなとか考え方が似てるな価値観が似てるなっていう人に投票すればいいと思うんですよね。でもなんかいいなと思ってまあこの人なんか変だからとか普通じゃないから議員さんにはふさわしくないっていうのは良くないと思うんですよね。そうなるとなんか真面目な人だけなんとなく議員が集まっちゃって議員さんっていうのは別にただ単に真面目な人っていうわけじゃないと思うんですよ。自分の考え方に似てる人を送り込むのが選挙なわけですからあなたがいいと思った人に そのまま投票すればいいと思うんですよねなので僕は後藤照樹っ なんですけども、ナスのの格好をしたりとととか、ちょっと世間の普通とは違うことをしているけれども、あ後藤気いいなとか面白いなとかあの価値観とか考え方合うなとか共感できるなとかこいつにちょっと自分の代わりに議会に送って議員にさせたいなとか自分の声を、えー、議会とか行政に反映させたいなって思ったら例えば後藤輝るに投票すればいいだけであって後藤輝るじゃなくてこっちの人がいいなと思ったらその人に投票すればいいだけであってあなたがいいなって思う人に投票するっていうのがスムーズに 行える社会にしたいいなと僕は思っています、まあ、真面目な人に投票しなきゃっていいいううのは僕は僕社会良くなななっっててかないと思うんですよねで真面目な人って何もやんないですから何もやんないって言ったら失礼ですけど無難なことしかやんないから変化に富んだことっていうのはリスクがあってできないですからなのでそういったね僕みたいな人間でも議員になって世の中変えていけるんだっていうその希望になりたいなと僕は思っています。 差別や偏見のない優しい社会を作ります。まあ、これも今話したことと被るんですけども、だ僕みたいな人間でも偏見とか持たれず、差別とかされずに過ごせる優しい健全な社会にしていきたいなと思ってます。例えば犯罪をしてるとか、明らかに人に迷惑をかけていることをしているっていうのであれば、差別をされたり、偏見を持たれたりしてもしょうがないですけど、僕は別になんか犯罪をしてるわけでもなくないですし、人に、なんていうのめ、著しい迷惑をかけてるとかでもないですから、人 しくけててるっていうこともないですから、えー、でもなんか後藤輝樹がんとかだとかあいつは変だとか差別だとかなんか差別するとか偏見を持つとかっていうのは僕は違うと思うんですよねだからそれは僕だけに当てはまることじゃなくて皆さんにも差別的な目線とか偏見的な目っていうのはあると思うんですよだからそれを持たないような感じニュートラルに見える社会にしたいなと思ってますだからあのね相手のね年収だとか見た目だとか経歴だとかいろいろそういうの見がちですけれども そうじゃなくて本当に自分のニュートラルな心で相手の心本質を見れるような社会、世の中にしていきたいなと僕は思っております。 え、愛と許しと感謝の気持ちで世界平和実現を目指します。世界平和実現のためには、愛と許しと感謝の気持ちが大事だと思うんですよね。で、感謝っていう気持ちは分かりやすいと思うんです。あの、ありがとうっていう気持ちを伝えることなんで、まあ、愛っていう気持ちも分かりやすいと思うんですよね。あの、無償の愛を与えるって、与え合うっていう、そういうのも分かりやすいと思うんですけど、やっぱこれ大事なのはな、許すっていうことなんですね。許す。相手を許す。相手に許してもらう。こういう気持ちがやっぱ大事だと思うんですよ。例えば、日本と諸国で、歴史問題 問題ででね揉めたりするることってあるじゃないですかだからそれはやっぱり相手を許す許してもらうっていう関係ができてないからと思うんですよね例えば日本もねこう例えば原爆落とされたりとか無差別爆撃とかされたりしましたけどもこれをずっと恨んでたら未来思考の関係ができないわけですよなので相手のことを許すっていうこと大事なんですよだからそういう気持ちがお互いにある必要があるんですけどもそういう気持ちをまあ愛っていう気持ちと許す気持ち感謝の気持ちだから相手を恨みが 自分たちになったりすする気持ちを許すと許ととでしてもらうとえそういうのがやっぱ大事だと思うんですね。ありがとうっていう気持ちはまあ分かりやすいですし、愛っていう気持ちもある程度分かるとは思うんですけども、やっぱ一番大事なのは、許してくださいっていう気持ちと、相手を許しますという気持ち。で、またそれを自分を許すっていうのも大事なんですね。自分がそういうことに固執してる自分を許してあげるっていうかえ、自分はこうじゃなきゃダメだとか、ああじゃなきゃダメだとか、そういうふうに思ってるんですよ。自分のがが。今までこうだったから自分はこうだとか。相手 ではこうしたから許せないとかこうだととか持ってると思うんですよそういうい風に思っちゃう自分を許してあげるとかそんな風に思わなくていいんだよとつらかったよねと自分を許すっていうことも大事ですし相手も許すっていうことでで許しがなければ愛とか感謝とかに進んでいかないのでだから愛と許しと感謝っていうのはこの三位一体となって必要だと僕は思ってるんですね。 人と地球とコロナの共存の話でもしましたけど、もし争いとか環境の破壊とか、そういった破壊のない世界平和、世界の幸せを実現するためには、愛と許しと感謝の気持ちを常に持っておくこと。それを忘れなければ、世界の平和、まあ、世界の平和、えっと、身近なところで言えば、えー、身近な人間関係とかもそうですし、いい社会、いい世界にできると僕は思っているので、そういったことを目指して、僕はだから政治家として、まあ、頑張っていきたいなと思っております。 なので、外交とかでね、いろいろ国益だなんだでね、相手とバチバチやり合うことがあると思うんですけども、そういう中でも最終的には愛と許しと感謝でうまくやっていきたいなと僕は思っております。もちろんね、なんかこう、一旦緩急あれば、戦わなきゃいけない時は戦わなきゃいけないと僕は思っていますけども、前提として愛と許しと感謝、そういった気持ちを忘れず、世のため、人のため、恩返しのために日々精進していきたいなと思っております。 ということで、ちょっと、もう本当ね、もう疲れても、あれもうパスパスだし、ちょっと何言ってるかよくわかんなくなってきてましたけど、駆け足でしたが、そんな感じで以上です。この1、2、3、4、5、6、7日間ありがとうございました。えー、主な制作、リベラルでした。以上、後藤照樹でした。皆様、愛してます。愛してますなさい